このやつは。しょうもねえ、女と絡まねえから。あ、お前しょうもなかった。みんな。どこ行ってる。口が回んないでコミュ障って。普段喋んないから。化粧品買って。こんなになんか売ってるの分からんけど、ホームセンター行こう。で、化粧品買ってって何する気なの。え、何だから。なんか痛いの一緒に。いいが、眉が掃除する時とかに、あ、顔洗ったり一緒に痛いのしたいんだよ。一緒に痛いの。あー、もう一緒に痛いの。誰もが分かってるよ。家にまで来てるんだから誰もが分かってるよ。お前が好きなんでしょ。お前が俺と痛いってね。痛くないよ。じゃあどう思う。お前が好きだから家までわざわざ来て面倒見るんだろ。お前さっきさ、眉帰ろうとしたら引き止めたじゃん。は？え、配信のどこが地雷を。配信のおもちゃだけど。え、配信のおもちゃ。そうなの。お前は俺のおもちゃ、暇つぶしのおもちゃ。いや、おもちゃ。配信のネタ、けどガラクタだった道具。結構おもちゃ。お前がおもちゃ。しかも結構つまんないおもちゃ。お前がね。お前だよ。お前だよ。お前。じゃあ帰っても。お前だよ。帰れよ。じゃあ遅れよ。遅れよ。うん。いや、もうこのまま降りて帰って。遅れよ。降りて帰って。こんなとこ知らないよ。知らないよ。タクシー拾って帰れ。郵便局の人にタクシー呼んでもらって帰っても。つまらないでしょ。いいから遅れよ。うるせえ。帰れ。降りろ。早く。うるせえ。遅れじゃん。ガラクタ。お前だよ。お前だよ。ポンコツ。ポンコツ。いぎぎぎぎとか言って。お前だよ、臭いの。マンコ臭い。ねえ、なんでそういう嘘つくの。マンコ臭い。なんでそういう嘘つくの。臭いって言われたことない。毛ボーボー。生えてない。ボーボー。ほんと嘘つき。臭すぎ。マジ無理。ねえねえ、あのさ、マジで臭くないんだよ。前のも、パンツの上から匂う。前の元カレが、プンプン匂う。あの、臭いのが好きな男がいたんだけど、マジ臭い。もうお風呂入んないでって言われて、3日入んなかったの。お風呂に。血が出る。そしたら、痛い。眉は臭くなくてつまんないって言われた。お前ふざけんな。必死、完熟トマト。なんでそういう嘘つくの。必死になってる。顔真っ赤。恥ずかしいね。血毛。血毛生えて恥ずかしい。生えてねえよ。恥ずかしい。脱毛してるしよ。ほら真っ赤。マスク取れよ。顔真っ赤だよ。顔真っ赤。やめろ。あ、突き指した。ボキってやった。お前だろ、臭いの。暴力。こいつ全身臭いからね。すぐ殴る。マジ全身臭い。もうさっきもコーヒーさ、生えたかっててさ。眉毛血毛。だから生えてないっすよ。眉毛血毛。血毛好きだからいいよ。だから生えてないっすのに、なんで生えてるみたいな。必死かよ。生えてるわけないでしょ。必死。必死すぎ。笑うわ。マジ。じゃあ、あの、養分に嗅いでもらう。うん、じゃあ降りて、もう鬱陶しいから。で、養分が臭くないって言ったら、お前土下座しろよ。名前出しても鬱陶しい。はい、帰って。鬱陶しい。もう帰れよ。鬱陶しいよ。謝罪しろよ。キモい、マジキモい。あ、もうクレちゃんち行こう。いや、そう行ってくわ。あ、じゃあもう帰るわ。もう死ね。消えろ。お前が行ったんだよ。ゴミが。お前が先に行ったんだよ。ゴミが。お前また言ったな。絶縁な、お前が先に行ったんだよ。何が？養分に。嗅いでもらう。おめえが臭いって言うからだろ。だったら誰かに臭いよ。嗅いでもらわなきゃ。口も臭いよ。臭くない。臭いよ。じゃもう帰る。全身臭いよ。人の書類返してよ。ごめんね。持っといて。もういい加減にしてマジで。どうしんだよ。お前だよ。ごめんね。じゃあお前言えよ。臭くないって。臭くないよ。なんでそういう嘘つくの。匂ったことないし。早くしてよ。来てよ。来てね。ボーボーだからね。お前マジよ。止めろよ。じゃあ車なんか口臭いの。お前だよ臭いの。お前生えたかってるよ。歯磨きしてる。お前いつも寝てる時口周り生えたかってるよ。歯磨きねえ、大丈夫。歯石すごいんだけど。お前な、歯医者行ってやった方がいいよ一回。いや、お前な、お前なんか歯の裏なんかベロがなんか色変わってるし、黒いクククククってどもってるし。殴るの痛い。殴らないで。何どもってるの。トム・ソーヤ池上。落ち着いて喋ったら。お前の真似しちゃったんだよ。落ち着いて喋ったら。お前の真似しちゃったんだよ。思っちゃってるよ。
どもっちゃってるから。行き止まりじゃないこれ。これ動揺しちゃって。画質が悪かったら行ってよ。曇ってるから。わからない。ベロを磨いた方がいいよ。え、本当に臭い？色変わってるよ。え？ベロが。お前にベロ見せたことなくね？いや、普通に見えるから。色変わっちゃってるよ。いや、お前色なんか緑色だよ。なんかもう。いや、お前灰色だよ。草原吐いちゃってるけど。灰色だよ。ねえ。灰色だよ。お前なんかもう芝生できてるよ。なんか育ててんの？ベロの上で。道ぐらい教えてくれ。あの、私ね、分かんないんだって。免許ないし。どこんちかよ。どこが行けるのかとか分かんない。免許なくても分かることない。いや、分かんない。ナビも見れないの。あ、ナビは見れるよ。知能低いね。いや、ナビ見れるよ。俺ゲーマーだからね。 IQ60 しかないでしょ。 IQ60 ってゲーマーって何のゲームやるの？え、なんか、あの、ほら、冒険系好きだから。何冒険系って？ドラクエとか。ドラクエとか古い。年バレちゃうよ。FF とかね。マジバレちゃうね。え、ドラクエってだって古いやってんじゃん。何で？え？何でやるの？詳しく。じゃあ最近のドラクエ詳しく。なんだっけ。いや。ほら言えな。いやでもね、全部やってるドラクエは。だから最近のドラクエ詳しく。だから、あ、テイルズがめっちゃ好き。テイルズ？うん。何のやつでやったの？全部やってるよ。何？全部って。テイルズシリーズ。だから俺マップは見れるんだよ。あとなんかね、龍が如くもめっちゃ好きで、初めて歌舞伎町行った時に龍が如くのおかげで迷子になんなかった。やり込んでたの。そう。そういう男が好きなの。え、ちょっとお前単純に面白いじゃん。あれ面白くねえよ。で、どこが好きなの俺。何が？別に好きじゃないよ。あ、好きじゃないの、うん、じゃあ降りなよ。なんでここで止めんの？うん、もういいよ。好きじゃないんでしょ。何が好きじゃないや、女って言ってほしいの。好きじゃない女といる意味ないじゃん。何、好きって言ってほしいの。当たり前じゃん。じゃあ自分から言えばいいじゃん。俺は好きじゃないよ。で、俺も好きじゃないし、別に。いや、一緒じゃん。一緒じゃないよ。俺は遊んでやってんだよ。俺も遊んでやってんだよ、お前。手伝ってやってんの。同じことをさ、お前はオウムなの。オウム返ししかできないな、本当に。お前って言うな。マジやばい。お前だろ。お迎えしてじゃん。帰ってようしか言えないんだから。それ以外ないもんな。俺に勝てないんだよ。俺に勝とうとするな。俺とか決めそう。俺の上に立とうとするな。お前がな。お前ははいだけ言え。はい以外言うな。真似すんなよ人の。俺の配信見すぎてキャラ真似しないで。見すぎてるとお前が似せてるんだよ。違うよ。これクルちゃんが言ってたこと。全部お前が言ってる言葉。クルちゃんが何？クルちゃんが言ってたこと？何？うわ、クルって言ったら、クルちゃんが言ってたこと？何？お前は何？クルちゃんの昔の動画を見漁ってそこまで、いやでもマジで違う。マジストーカー。いろんな情報を集めてるんだ。何が？マジ怖。昨日言ってたもんね、ブーちゃんの時も見たとか言って。そこまで俺の過去を見漁ってるの。あ、2個ありがとうございます。あ、もう帰りたい。帰りなよ。帰らせてくれない、うん、この人。いや、ほんと帰っていいよ。じゃあ、最寄りで降ろしてよ、じゃあ。うん。もう二度と絡まない。お前みたいなやつと。損しかない。イベントも4位だし。人のせいにするな。いや、前回1位だ。前回1位。いや、前回1位だからね。今年で、今月全然やってないでしょ。うん、それ前回1位だから。人のせいにするなよ。前回1位だから。普通にお前さ、カラオケ歌ってるだけで。俺一般人じゃん。一般人のせいにすんなよ。
いや一般人だし俺も。いやだから配信者じゃないよ。配信者とか関係ないし、配信ボタン押したら配信者じゃん。そんなの配信者だらけじゃん。そんなの配信者もクソもねえ。みんな素人だよ。素人じゃないだろ。素人だよ。稼いでんだから。そんな素人だ。芸能人でも芸人でもないんだから。そんなプロ意識ないし。素人だよ。みんな。ふわっちの配信者が。そんなことないよ。素人だよ。ゼロワンって意外とネガティブなんだよ。ダメなの？前はね、めっちゃポジティブなの。なんでそんなネガティブなんだろうね。あ、やべえ。あ、お前と知り合ってからネガティブ。ん？ずっとポジティブだったけど。いや、嘘つけよ。自分に自信があって、自分が自分を応援できなかったら誰が応援できるんだっていう考え方でやったけど、お前と出会ってからすごいネガティブ、全てが嫌になる、すごい死にたくなる。お前のせいで。お前ずっと前から死にたい人だ。いや、お前のせいでなおさら追い詰められてる。お前追い詰めたことしたか。追い詰めてるよ、しつこい。あのね、自分で自分の首絞めてんだよ。いや本当にやめてほしい。俺みたいなやつお好きになるの、ほっといてほしい。孤独に寂しく生きていきたい、ね、誰にも。ゼロワンって誰にも相手にされたくない。優しくしないでほしい、ほっといてほしい。近寄ってこないで。じゃあちょっと送ってもらって。うん、自分で帰っても。駅まで送ってもらって。自分で帰って。自分で帰ってほしい、お願いだから。もうこのコンビニでもう歩いて、タクシー呼んで帰って、お願い。うん、分かった。うん、じゃあね。うん、ありがとうね。うん、よかった、荷物持ってきて。うん、もう二度と本当に近づかないでね。なんかね、嫌な予感したんだよ。二度と関わらないでね。そう、俺の言葉が、二度と近づくなよ。お前がね。お前二度と近づくな。うん、関わらないで。関わらないでね。うん、二度と近づくな。ちょっと待って。何？もう何回やんのこれ。違うんだよ。何が。俺が戻ってくるまでせめてやっといて。で、ゴミちょっと捨ててくれない？そういうのないの？ここは捨てれないよ。後で家帰って自分でやりな。これまとめて。捨ててよ。ここ捨てれるもん捨ててよ。捨てれません。何なのお前、偽善者。お前だろ。お前だろ偽善者。お前だろ捨てるやん。ちょっとしたペットボトルぐらい。捨てれるわけない。ここで買ったやつ全部まとめたんだから無理だっつうの。マジ鬱陶しい。お前な。帰ってよ。でもその前って待ってよ。俺がお金下ろしてくるまで。下ろしてくれば。帰って。うん、帰るよ。帰ってよ。かわいそうでしょ。なんかもう振り回されてさ、あの、なんていうの、上げ下げ、精神の上げ下げを何回もやられすぎると頭おかしくなるんだよこっちも。隠れる？隠れるか。いや、バレるでよ、これ。あ、もう来ちゃった。じゃあ帰るね。なんで？え？手伝ってくれって。帰れって言ったの自分でしょ？コンビニに下ろすからお前帰れよって言ったの自分じゃん。キッチンのネット買ってくれるって、やってくれるって嘘？何が？
じゃあ謝って。ドライヤー買った毎回さ、ドライヤー買おうかなと思ってお金下ろして、みんなかわいそうって言ってたよ。人の気持ち踏みにじるの、お前では踏みにじってんの、かわいそう当たり前だろは。あ、もう帰るわ、舐めすぎよ。